KBC チャンネル。PDCA スクール。どうも、皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル、谷にてございます。本日は昨日に引き続き、高専学力入試の説明会2021ということで、土曜日は文系だったんですけど、本日は理系科目について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。この動画は、高専生、高専受験のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルと、高専生、高専受験のための学習塾、PDCA スクールの提供でお届けします。それでは、理系科目といえばこの2つですよね。数学と理科。高専入試において、この2つの科目、結構難しめの方の科目となってるんですね。昨日、皆さんと一緒に確認した通り、文系科目は安定がちだったんですよね。グラフ見ましたよね。もし、ちょっとね、確認したい方は、昨日投稿の動画をご覧ください。最初にですね、数学を見ていきたいと思うんですけど、昨日の、動画のグラフをちょっと確認しておきましょう。そう、こちらですね。どっちかっていうと、文系と比べたらアップダウンが激しい、そういった特徴がありましたよね。ですので、例えばですよ、50点でした。60点でした。となってしまった時、ちょっとね落ち込んでしまうかもしれないんですけど、例えば平成25年だったり平成31年、他にも令和2年度、平成30年度、合格者平均が60点ちょっと上回ってるほどなので、60点下回っていても全然合格の可能性はある、そういった年度になっているんですよね。なので今年がどうなるか予測は確定的には言えませんが、どっちかっていうと傾向的には以下が続いているので、そう、令和4年度はちょっと難しいか、それが標準レベルより少し難しいレベルに、まあそのレベルが上がって平均でもちょっと下ってくるのかなというふうに予測ができますので、まあ大は小を兼ねると言いますので、難しい前提で難しい年度を参考にしてですね、令和2年度、平成31年度、平成30年度など、あと平成25年度などを参考にして、このくらいイレギュラーなものが来るというふうに練習していくと、令和4年度ぴったりの練習方法になるのかなと個人的に思っています。当塾でもね、そういうふうに準備をね進めてますね。もうこのグラフから見たらちょっとね、そろそろ下りそうだなって予測つくじゃないですか。で、昨日の文系の動画でですね、やっぱりありがたいお声、コメントなどいただきまして、新中さんの方々の、高専受験受けたいなと、思っている皆さんで、やる気上がりましたとか、モチベーションになりましたっていうコメントね、いただきました。ありがとうございます。理系科目の方がね、結構関心が高い方が多いと思いますので、しっかりね、参考にしてほしいなと思っています。じゃあ、早速見ていきましょう。もう早速本題なんですけど、こちらですね。これはですね、例年の数学の、高専入試の数学の出題単元なんですけど、前回の2021年の、その出題を、書き足しましたね。で、この赤い文字のところが前回の、その出題単元なんですけど、ほとんど傾向がありますよね。そう、色付きしてます。ピンクのところ、緑のところ、そしてオレンジのところ。これらはもう、わかりますよね。例年もずーっと連続して出ているので、この色のついたところを重点的に勉強していくことになると思います。で、次回はやっぱり、そう、数の規則性。で、一次、二次関数、関数形です。で、平面と空間図形、主に勉強していくことになると思われます。でですね、ポイントをいくつかちょっとご紹介しておきましょう。ポイント一つ目。一つ目は、大問1が40点あるということなんです。全体の 40%。で、かつですね、大問1、先ほどの図で言うとここです。灰色のところ。灰色のところはですね、結構簡単な問題なんですね。液問です。ですので、コスパがいいわけです。ここの、色のついてる部分で10点取るのと、灰色の部分で10点取るのじゃ、全然わけが違うんですね。明らかに、こっちで10点取る方が大変です。よって、この灰色の部分、40点の配点がありますが、そう、ここの大問1であまり失点しないように、なるべくここで、点数を稼いでおく。ここがポイントになってきます。じゃあ、二つ目見ていきましょう。二つ目は、大問2、大問4で満点取らなくていいですよと。部分点はしっかり取りましょう。もうパッと見ね、すごく難しく見えちゃう問題がほとんどなんですね。ここの色のつけてる部分。なので、ちょっとね、諦めちゃって気持ちで負けちゃう人はいるんだけど、読めばわかるところ。小学生でも読めばわかるところって、そう、数点分あったりするんですよね。なので、ここの部分はですね、しっかり見かけ直しにならないように、部分点しっかり取っていきましょうと。で、合算して60点。で、簡単な年だったら70点取れればいいなという、感じで対策していっていただけるといいかなと思います。で、やっぱりですね、傾向がありますから、数の規則性、関数、図形の難問、標準問題から難しい問題に取り組みまくっていくのが、秋だったり冬というふうに、進んでいきますかねというところですね。で、4番目ですね。4番目見ていきましょう。大問1の出題範囲、出題単元を把握して特化するというところですね。どういうことかと言いますとですね、こちらちょっと特別な情報です。ちょっと皆さんにお届けするんですけど、こちら見てください。これはですね、過去の動画からちょっと引用したんですけど、高専入試の過去十数年分ですかね、十数年分を、見させていただいたところ、分析して、見たところですね。
まあ、このぐらいの頻度で、それぞれの単元、それぞれ今書いてますよね。箇条書きしてますけど、これらが出題されていた。で、点が多ければ多いほど出題されていたということなんですよ。で、これですね、どういうことかっていうと、大問1っていうのはほとんど出る問題、出る形式というかね、単元は決まっているということなんですね。ですので、この点が多いところから順に、お手持ちの問題集だったり、ね、インターネットの問題集だったり、そういったもので対策していくと、大問1は、大失点は免れるかなと。そういうふうに対策していってみてください。もちろんですね、夏期講習でこのデータに則ってカリキュラムを組んでますので、もしですね、夏期講習、高専特化の夏期講習受講予定の方は、安心してですね、ついてきてほしいなと、個人的に思います。じゃあ、お次行きましょう。数学は概要としては以上ですね。じゃあ理科行きましょう。理科はこちらですね。早速本題に入りましょう。こちらですね、例年の、出題範囲の様子なんですけど、そう、優秀な、去年ちょっとお世話させていただいた、高専にね、合格なさった方ですね。科学生物系の学生さんなんですけど、信頼を置いているということで、お願いさせていただきました。こちらまとめてくださいましたね。で、そのまとめたものを私が、物理、科学、生物、地学に、それぞれ分けて、単元をね、出題単元をソーティングしました。で、ポイントなのはですね、ちょっとやっぱり去年がイレギュラーなんですけど、基本的には、物理、科学、生物、地学、それぞれ、大問2つ分ずつ出題される、出されるという形です。なので大体8問とか7問の出題になります。理科はね、高専入試の理科は8問から大問7、大問8ぐらいの出題となっていました。これまではね。で、去年はちょっとイレギュラーだったんですけど、基本的には物理、化学、生物、地学、それぞれ2つずつ、2テーマずつ出題されるというような流れです。で、傾向がありますので、この資料からちょっとご案内しますね。まず1つ目がこちら、運動とエネルギーというところです。去年はですね、半分ほどが省略されていたんですけど、今年度は単元の短縮がありませんから、運動とエネルギー範囲でございます。で、でもで、昨年度は中1、中2の単元ばっかりが出題されていたので、今年はしっかり中3の内容ががっつり入ってくるんじゃないかなと個人的に予測を立てています。ですので、この赤く線を引いているところを結構注意してほしいですね。品質です。あとプラスこちらです。アルカリだったりね、酸、中和、そういうイオン関係のもの、そういったものも出題たくさんされてますね。ここ10年で言うとね、プラスですね、ここ地学見てほしいんですけど、まあ日本は地震大国と言われるだけあってですね、地層だったり地震だったり岩石に関する出題がほぼ毎年出ています。そういったところの傾向を見るとですね、やっぱり外せないのが運動エネルギーに関する、運動とエネルギーに関するところ、イオン、中和、地層、地震、こういった単元はですね、必ず深く難しい問題も慣れておくと、かなりですね、その受験対策としてはコスパがいい、対策になるのかなと思います。で、そこからこの表をねご覧になって、じゃああとはこれちょっと出てそうだから、対策していこうかなというふうに、ちっちゃいところを埋めていく形で準備していくと、かなり効率がいいかなと個人的に思います。一番危ないのがですね、闇雲に勉強していくということなので、この出題範囲の傾向として、しっかりですね掴んでいただいて、理にかなった対策をしてほしいなと個人的に思います。はい、じゃあですね、やっぱりですね、ちょっと個人的に思ったのがここですね。運動エネルギーとイオン中は中3で習うところなんですよね。忙しい時期にこれを初めて習って、で まだどんどんやらないといけないことはたくさんあるわけで、じゃあいつこれを高専入試レベルの演習問題をね使って練習するんですかということになると、やっぱり時間がちょっとタイト、厳しくなってくるということは否めませんので、ね、だからこれっていうのはどういうことを言いたいかというと、やっぱ早めにちょっとね、みんなと比べてフライングするぐらいの対策の、スピードでいいかなと個人的に思います。というのもですね、やっぱりずっとねお知らせさせていただいているこの夏期講習、7月真ん中末ぐらいを予定してるんですけど、2種類あってね、ガンガン先進めていきましょうっていう、まあ、その攻め、攻の方と、守、守るの方ですね。これまでの、範囲、中1、中2、中3の1学期までの範囲などで、高専入試によく出ているところ、差がつきやすいところを授業しているコンテンツですね。それぞれ25時間で1万円ずつのコンテンツになっています。でですね、やっぱり今まで特にね、強調してお伝えしているのがこちらですね。進学修士同様よ、対応ということで、やはりですね、私も8年前、9年前、脱ゆとり世代の、まあ、第1号の世代なんですけど、やっぱりですね、時代が移るとき、結構大変でしたね。僕もちょうど進学中止の要領が起こった時の受験生だったりしたので、結構補助教材だったり、こういった、この範囲って入るの入らないのっていうね、結構混同があったり、そういったところでね、結構皆さんと共通点があるので、お力添えできるんじゃないかなと個人的に思っています。でですね、やっぱりこの現在完了進行形、原形不定詞、仮定法、あと箱ひげ図とか類型度数とか、そういったものが追加されましたが、やはりですね、このタイプのこの進出単元の高専入試の形式にのっとった演習問題っていうのは、やっぱり今までの過去問で問われてませんから、ないわけですよね。なので、ここで差をつけてほしいんですね。そう。進出された、追加された単元で、高専入試の形式に直したものをご用意したりしてますので、そこでやっぱり実践的な練習をしていただきたいと、強く個人的に思います。なので、まずですね、この新しく追加された単元、学校でですね、受験に対応できるレベルまで解説されている場合が、ない場合もありますから、しっかりここでですね、本番、しっかり得点力に結びつくように、この授業を受けていただきたいなと強く願いますね。で、他にですね、まあ、こんな感じで、イラストだったり、わかりやすい例えを用いて、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。ここでね、やっぱりライバルと差をつけてほしいね。結構ね、塾にこもって、がっつり先取りしてる人いますから、ここでしっかり、その差をね、埋めていってほしいと、個人的に思います。焦らすつもりはないんですけど、リモートでね、ご指導している、その、高専特化の、対面の方の遠隔リモート授業では、もうほとんど中3の範囲、終わりかけです。多分夏休みでほとんど、夏休みの最初ら辺でも全部終わって、過去問演習とかに入りますね。焦らせるつもりはないんですけど、皆さんもね、そのぐらいのペースを目指して、どんどんこれから進めていってほしいなと、個人的に思います。
で、プラスですね、まあ、この今回はこのね、赤い炎の方、どんどん、攻めた勉強しましょう、広げていきましょうという方のコンテンツについて、今、確定している情報をまとめていきたいと思います。このような形で、超特急で中1から中3、まあ、1学期までの、高専入試特化の実践形式、まあ、予習だけじゃなくて、予習ももちろん進めるんですけど、プラスですね、これまでの範囲で、高専入試で問われている形式に直した形で、皆さんと一緒に知識の整理だったり、それを使ったりするということを、この授業内でしていくと、そういうふうなコンテンツになっています。結構ね、ボリューミーなんですよ、こっちも。25時間だけあってね。そう、これ、見てください。これ全部取り扱ってるんですね。で、これ3つ目いきましょう。これね。1、2、3って感じです。1、2、3ですね。で、青い炎の方も、赤い炎の方も、やっぱりですね、勉強のことだけじゃなくて、勉強に関するノウハウだったり、考え方、まあ、気持ちの保ち方だったり、そういったものをですね、皆さんとシェアしてますので、それもね、コンテンツの一部として楽しんでほしいなと、強く思います。はい、ということでね、プラスアルファ、どんどん追加していくんですけど、いち早く過去問の着手を目指したい人向けに、中3、数学と理科、基礎、高専入試、品質ポイント解説動画ということで、9月から1月、もうどんどん先進めたいよ、という方のためにですね、夏休みで中3の数学と理科を一周して終わらせちゃおう。これできますね。皆さん塾で通われているかもしれませんけど、それと両立できる形でコンパクトにまとめていこうと思います。ね、いち早く過去問の着手を目指したい人向けに、こちらも、そう、赤い炎の方にコンテンツとして入れていきたいと思います。はい。ということで、まとめていきましょう。この先ほどの3つの、このコンテンツの目次と、この進学中指導要領対応の追加された高校から降りてきた単元、プラスいち早く過去問の着手をした人向けに、中3の理科数学、これから1月までの内容をざっと一周僕と一緒にしてみませんかということで、この大きく分けて1、2、3、3つのポイントがあるということをご存知ください。はい、ということで、まあこの青い炎の方も確認しておきましょう。前回の動画でお話ししましたけど、中1、中2、中3の1学期までの内容でよく高専入試に出ているところ、国語以外の数学、理科、社会、英語で、大量にね、25時間たっぷり、高専入試特化の講座となっています。全部でね、1個、1.5個、2、3、4個というふうに5つに分かれていますね。はい、これもね、昨年度かなり人気でですね、お礼のコメントたくさんいただきました。結構ね、なんて言うんだろうな、塾だったり学校の授業で言及されてない部分だったり、高専入試によく品質しているね、皆さんが結構間違えてしまうところを中心的に集めてますので、点数、テストの点に直結できるかなと、個人的に強く思っています。はい、ということで盛りだくさんですよね。ということで、ぜひぜひリーズナブルなね、学費投資を、ご検討ください。で、この赤い炎、青い炎両方とも、お買い上げですね、両方ともゲットなさってくださった方に、こちらの特典2つですね、情報コミュニティのね、プレイ高専って名前にしようかなと思ってるんですけどね、皆さんで情報共有したり、僕が YouTube だったりですね、実際の SNS で、まあ、まだ語ってないような皆さんのためになる情報を、まあ、夏休みの間、しっかりですね、発信して皆さんのモチベーションだったり勉強のサポートができればと思っています。情報コミュニティですね、の加入というか、その権利プラスデルジュン英単高専受験特化ということで、過去問から、全部ですね、このスキャンして、で単語全部カウントしてデルジュンにまとめて、で英単語クイズ帳にするということでですね、これを使っていただければ、当日わからない単語ないということで、それを目指していただきたい教材となっております。それをですね、この2つのコンテンツをお買い上げくださった方に特典でお付けしたいと思います。ここまであれば安心ですね。しっかりですね、悔いのない夏休みしっかり作っていただきたいと思います。もうね、僕がこれね、現役生だったらとても嬉しいなというような、そういう風に感じるような、そういった教材を逆算してちょっと作ってみました。これがあったら、あれがあったら楽だったのになという風に、実際に経験した声だったり、僕の経験から逆算して作られた教材となっております。めちゃくちゃおすすめですね。皆さんだったら、皆さんね、優秀だから、しっかりね、勉強すればできると思うんだけど、これぐらいできる、まあ、皆さんがやればこれぐらいできる、これぐらいでできる、まあ、そのこれぐらいの時間かかるとしたら、やっぱりですね、ショートカットしていただきたい。ショートカットできるところは、うまくスマートに賢くやり過ごしてほしいので、そう、やはり学費投資最低限していただいて、これぐらいの労力をですね、やっぱりこれぐらいで済ませてほしい。で、余った時間で皆さんの勉強だったり、演習だったり、でもっと得意なところを伸ばしたり、苦手なところを補修する。そういった、充実、文句を言えないような夏休み、受験生としての夏休みを過ごしていただきたいなと、強く願っています。はい、ということで、ちょっと長々と失礼しましたということで、動画の方を締めさせていただきたいと思います。かなりですね、一般的に、公開されてないようなまとめのデータもございましたので、しっかりですね、スクリーンショットなどしていただいて、ファイルなどにですね、保管していただいてですね、勉強するときに、参考程度にですね、資料を見ていただいて対策を立てていただきたいなと、個人的に思います。はい、それでは締めさせていただきます。この動画は、高専受験、高専生のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルと、高専生高専受験のための学習塾 PDCA スクールの提供でお送りいたしました。それではまたね、こういった入試に関する動画を上げていきたいと思いますので、ぜひともお見逃しなくということで、今回の動画終わろうと思います。高専学力入試説明会2021理系科目特化ということで、この動画締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。どうも、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。こちらのスライド資料は高専特化の夏期講習、期末試験が終わり次第リリースされる予定のコンテンツでございます。こちらの教材はですね、右手のこの青い炎にも書いてある通り、守る種ですね、中1、中2を中心とした特に高専入試でよく出題される単元、内容、こちらの内容をふんだんに盛り込んでいる映像授業コンテンツでございます。大ボリューム、普通の授業じゃ受けられないような大ボリュームでリーズナブルな価格、こちら高専特化の、そして
してかなりためになる大躍進、大進歩できる内容となっております。追ってですね、準備ができ次第、攻めるという感じですね。こちらのバージョンのスライド資料も随時配信、ご紹介していきたいと思っております。 Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.